ヤゴト霊園の一ヤゴト霊園は愛知県名古屋市天白区にある墓地である。本記事では霊園内にあるヤゴト祭場についても合わせと述べる。ヤゴト霊園、ヤゴト霊園は大正時代から昭和30年代にかけて名古屋市が整備した霊園で約5万の墓碑がある。開園した1915年から1930年頃までは 終わり電気軌道が既存の路線を伸ばす形で乗り入れて、電車版の霊柩車が走っていた。現在ではおぼなどの時期に交通規制が行われるため、市は公共交通機関の利用を呼びかけている。霊園の西側には納骨堂があり、遺骨保管施設として利用されている。八戸ト西八ヤ霊園の北部には、仮葬場である八戸ト西があり。 人間だけでなくペットの仮装も行っている。ヤゴと祭場は1915年から使用されている祭場で46機の仮装炉がある。ヤゴと祭場には国別室やおさむ骨室はない。また、2011年12月より、とも引きの日も仮装を行っている。炉の数は、 日本の仮想場の中で最も多いが、1960年まで中村区に存在した米野西場や1979年まで厚田区に存在した野立西場を除けば、名古屋市内で唯一の仮想場で、さらには仮想場のない近隣市町村の仮想も行っていたため、常に混雑していた。2015年7月、名古屋市は矢ご西斎場の老朽化と混雑を受け、 港区南洋地区に名古屋市立第二斎場を開設した。ただし、第二斎場ではペットの仮装は行っていない。第二斎場の開業に伴い、ヤゴと斎場のキャパシティに余裕ができ、ヤゴと斎場の業務体制も変化した。ともきの日は再び休業日になったが、以前のような全休ではなく、ヤゴと斎場、または第二斎場のいずれか一方を休業する体制に、 なった。仮想場の利用料金は両裁場とも同額で、どちらを利用するかは遺族が決める。ただし、第二裁場はいわゆる宮型霊柩車の使用はできない。ありがとうございます。